こんにちは、速稼塾の久保です。以前5000円をですね、10分くらいで稼ぐ LINE を使った方法っていうのを紹介させていただきましたけども、今日はね、また別の形で儲かる方法っていうのをお話ししようかと思います。ちょっと画面切り替えさせていただきますね。はい、前回お話ししたのが10分で5000円の儲けが出る LINE を使ったお小遣い稼ぎということだったですね。多くの方から反響いただきまして、実際に使ってみたって方もいらっしゃいました。本当に嬉しいなと思います。今日はですね、簡単に4000円の儲けが出る FX 口座開設のお小遣い稼ぎでございます。まあまだね、今年も現状感染症のことでいろいろと不安があると思いますけども、稼ぐ方を一つでも多く知っておくことに越したことはありませんよね。現在ね、ポイントサイトの EC ナビっていうところで、なんですかね、 GEM4REX口座を開設後、5万円以上の入金で4000円相当の EC ナビポイントと、取引に使える2万円の証拠金がもらえるという、そういうふうな案件があるんですよね。こちらをちょっとやってみたんですけども、まずね、口座を開設するんですよ。そうするとメールでログイン ID とパスワードが届くので、ここで5万円入金してください。その後ね、 MT4 という取引アプリをインストールして、新規口座から既存のアカウントへログインしてください。この辺ちょっとね、練習がいるかもしれませんけども、詳しい人に聞いてやってみてください。そんなに実は難しくありません。で、ログインすると2万円のボーナスがありますんで、それを使ってですね、0.1 ロットで1回トレードしてください。で、すぐに利確して出金すると、条件達成で4000円分のポイントゲットが確定するということなんですよね。この辺も意味がわかんない方は、詳しい方に聞いてみてくださいね。で、ちなみにですね、本人確認でもらえる2万円は証拠金として利用できるんですが、出金は残念ながらできないんですよね。取引のみに有効ということになります。ですので、別途で追加5万円入金する必要がありますが、この時残高は7万円になってますよね。で、こちらを一度も取引せず、出金処理をかけてしまうと、4500円の事務手数料が発生しまうので、取引することっていうのは絶対いるんですよ。だから 0.1 でいいですからね。一回やってみてください。そんなに大きな損とか得とか出ないですけども。で、今回も簡単に4000円。まあ今回は EC ナビのポイントですけども、金券に交換可能ですから。ね、4000円儲けることができたので、なかなかいい稼ぎになると思います。なおですね、この業者さん、海外業者のため、最大レベレッジが1000倍と、非常にハイリスク、ハイリターンなんですよね。ですので、実際に FX 口座の取引をするときには注意してくださいね。以上、投資は自己責任ですけども、今回、入金に対してポイントがもらえるのは、これ誰でも支給されますんで、誰でも儲かっちゃうって話でございます。それではね、またお得情報をお届けしますので、よろしくお願いします。また。